With more than 400 years of history, the snow country of Myoko City in Niigata Prefecture has passed down the traditional all-purpose hot sauce known as kanzuri. This is the Japanese cuisine chef, Naoto Kobayashi. 西の柚子胡椒、東の缶ずりみたいな。辛さだけじゃなくて、その中にもちゃんとした旨味があるっていうか、料理を引き立ててくれる。The chili peppers used to make kanzuri are raised at kanzuri's own farms and at specialty contract farms. The peppers are grown to be large and thick. 極力薬は使わないで、ついた時だけ、防除するっていう形になります、ね。昨今言われている食品への安心安全が言われていますので、栽培の時からそれは気をつけて。After harvesting,The peppers are washed, salted, then set to ferment. Chef Kobayashi has prepared Japanese kaiseki cuisine using kanzuri.同じ発酵食品なんで、溶いて食べてもらうと最後に旨味が残るっていうか、こっちの郷土料理でもあるし、缶ずりもね、昔からあったものなんで、合わないわけがないっていう感じで。お刺身はですね、今日はのどぐろと、あとカマスと、マトウダイを使ってるんですけども、これは今ちょっと生缶ずりを使ってやったんですけども、やっぱその油とその生かんずりを合わせたことによって、その油が調和されて、口の中で魚の味とそのかんずりの味がうまくマリアージュするっていうか、そういう感じで作ってみました。まあ、特に油の強いお魚が合うと思いますね。まあ、かんずりで言うと、つけて食べる、混ぜて食べる、あえて食べるっていう感じのが、まあ、自分の中でありまして、ハッスンの中にある鮎の缶ずり味噌田楽っていうのは、白味噌の甘味噌とあと缶ずりを混ぜて、でそれを上に乗ってもう一回焼き上げたっていう感じになりますね。今日は車エビと季節の野菜の天ぷらを用意させていただいたんですけど、で缶ずりおろしを使ってで食べていただくっていう感じで、生姜と一緒でちょっと、まあ、缶ずりも辛みの成分がありますんで、揚げたての天ぷらにもそういうのも油をね、消化するのもいいですし、ちょうど合うかなと思って。朝どりのサバが上がってきたんで、それをすし締めして、あと、まあ、辛み成分のあるからし、そのからしの代わりに缶ずりを使ってあえてで食べていただくっていう感じで。鯛茶漬けはごまだれに、鯛の身を合わせてだしをかけていただくっていうのが鯛茶漬けのあれなんですけども、そのごまだれの中にまた缶ずりを混ぜて、またさっぱりして食べていただくっていう感じで。昔から合ってきた調味料ですし、でなおかつそれを使った料理もうちらも知らない人にも知っていただきたいっていうのもありますし、今の料理和食でできるのをなんか模索しながら作ってるし、でそれを、まあ、缶ずりをどんどん広めていきたいっていう、今昔の発酵食品とかを進めていきたいっていう
思いがありますね。This is the most symbolic scene in the creation of Kanzuri. This is the exposure of the chili peppers to the snow. Salted, bright red chili peppers are spread on a field of white snow. This process absorbs the bitterness of the peppers and removes the salt. The result is a mild, spicy flavor unique to Kanzuri.これ毎年大寒、冬の一番寒いって言われている暦の大寒の日からスタートして、まあ、2月いっぱいで終わらせるように全部でだいたい10回ぐらいですかね、行ってますね。This is ramen chef Keisuke Takagi.発酵食品にちょっと興味を持ち始めてたところで、それで、まあ、味噌ももちろん地元のものだし、で酒粕、たまたまその大吟醸の酒粕があったんですね。それに合わせるものとしてもうこれ以外にないだろうっていう感じで見つけましたね。Citrus fruit yuzu is what brings out the flavor of Kanzuri. It comes from the region known for yuzu, Kochi Prefecture. Kanzuri is made from yuzu, malt, chili peppers, and salt. Those are the only ingredients. ワインじゃないですけど、同じ樽は一つないとないしってことでしょうかね。まあ、やっぱりこう3年間発酵させているものなんで、まあ、生き物的なところあります。He's making the popular spicy miso, Daiginjo Sake Ramen, made with Kanzuri. Now, やっぱりうちの店にはなくてはならないものというか、やっぱり地産地消メニューっていうのもあって、すごく注目されてるんですね。で、実際に本当に美味しいと思ってるので、それがリピーターさんにもつながっていくっていう。だから地元の方にも地方の他の別の方にもその地元の良さを知ってもらうっていうか、そのいい本当にいい商品ができたと思います。海外の方もいらっしゃるので、そちらにはまず辛味噌大吟醸をおすすめしています。すごく笑顔で美味しかったですと、中には汗をかいて温まったという声がお送りいただきます。The climate of Myoko has given birth to Kanzuri.100% 新潟県妙高市産の唐辛子を自信持って皆様に食べてもらえるように、届けして、毎日、畑作業を頑張っています。美味しいかんずりを、食べてください。よろしくお願いします。かんずりはこの妙高地域に伝わる調味料です。全国的にはなかなかこう3年間発酵させるっていう食品がないと思いますので、その時間も食べるつもりで、深い味わいを味わっていただければと思います。そもそもこの会社を始めたきっかけがですね、この土地で作られたこの食文化というか、かんずりっていうものをですね、大切に守っていくっていうのが最初のコンセプトだったので、まあ、それを守りながらまた新しい味も作っていくっていうことですね。
will continue to protect this taste. We hope you find use for kanzuri in your own menu development.